暑い日々が続いております。今年もお盆の季節が巡ってまいりました。ご先祖様をご自宅にお迎えできることに感謝の気持ちを持って準備したいものです。多くの地方では迎え盆といって8月13日にお墓やお寺をお参りし、ご先祖様をご自宅にお迎えします。お盆の提灯の明かりに照らされて家路に着くお参りの方々。供養の気持ちが形に現れ、静かで安らかな気持ちがいたします。また昨年のお盆から今年のお盆までにご家族や身内の方を亡くされた新盆の方も、新たに仏様となった故人を偲んでお参りをします。新盆は初盆、新盆ともいい、亡くなられた故人を初めてご先祖様と共にご自宅にお迎えするお盆のことです。亡くなられた故人にとっても、残された家族にとっても、故人が仏様となって初めて迎えるお盆です。大切に過ごしたいものです。新盆のお宅には故人を偲んで親類やご縁があった多くの方々がお参りに来られます。故人の生前のお話を伺う中で、知っているつもりでも知らなかった故人の話を聞くこともあります。家族で故人の思い出を話していると、ああそんなこともあったのかと思うこともあります。みんなで思い出を語り合い、故人と過ごした時間に思いを寄せるということは大切な供養になると思います。また亡くなられた故人をご自宅に迎えるということは、新たに私たちと故人が出会うということにもなるのです。思い出話の中で今まで知らなかった故人の一面を知ったり、また故人を通じて新たな人間関係ができたりと、生前にも増して故人とのつながりの大切さに気づく機会でもあるのではないでしょうか。お盆を迎えるということは、ご先祖様や亡くなった近しい人と再び出会うということです。ご先祖様や故人を思い、心静かに大切に迎えたいものです。